Highway, Santa 21, for show final. Santa 214, Avi, San Francisco, Tower, and we clear left, clear land. Santa 3 and clear left, Santa 214. 3-0 Foxtrot, radar contact, pass at 600. 600, 3-0 Foxtrot. Everybody calling standby. Do not taxi Frontier 830. Hold your position. All runways are closed. Airport is closed. San Francisco Tower. 2013年7月6日、サンフランシスコ空港の滑走路2エイトレフトに向かって最終の着陸態勢に入ったアシアナ航空214便、滑走路の手前5マイルの位置に到達した時点で規定の高度を大きく上回っていたため、より降下させるために調整を始めました。この頃から214便のアプローチが不安定になり始めましたが、機長は着陸を続行。高度が100フィート以下に達するまで着陸のやり直しを決断しなかった結果、滑走路直前の防波堤に衝突。機体は分解しながら地面を滑る形で移動し、滑走路上で止まりました。天候が良い状況で事故はなぜ起きたのでしょうか。今回はサンフランシスコ空港でのアシアナ航空214便着陸失敗事故について事故調査報告書をもとに解説いたします。本動画は公式もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また使用している映像や画像は事故機とは異なるものが含まれています。2013年7月6日、韓国ソウルのインチョン空港をアシアナ航空214便が出発しました。この便はインチョンからアメリカカリフォルニア州のサンフランシスコへ向かう定期旅客便でした。使用機材はボーイング 777-200ER、 乗員16名、乗客291名の合計307名が搭乗していました。この便には機種移行訓練中の機長とその指導教官、副機長と副操縦士の計4名のパイロットが搭乗しており、事故時は機長と指導教官が操縦していました。機長は45歳、総飛行時間は約1万時間、そのうち機長として4000時間ほど乗務していました。ボーイング737の機長、エアバス A320 の機長を経てボーイング777へ機種移行の訓練を行っていました。事故当時におけるボーイング777の飛行経験は実機で33時間、シミュレーターで24時間で、このフライトでも訓練を行っていました。一方、指導教官は元空軍のパイロットで49歳、総飛行時間は12000時間、そのうち機長としては9000時間乗務し、ボーイング777の飛行時間は3200時間ほどでした。この指導教官は直近に教官資格を取得し、このフライトが初めて指導を実践する場でしたが、教官訓練時の評価は非常に高いものでした。214便はインチョンを出発後、サンフランシスコの周辺に到達するまで順調に飛行をしていました。午前10時42分、事故の45分前、機長はサンフランシスコ空港の状況を確認し、滑走路2エイトが使用中でビジュアルアプローチが行われていること、 ILS のグライドスロープが使用できないことを確認しました。ビジュアルアプローチは天気が良い日に目視で着陸侵入を行うアプローチ方法で、安全に着陸できるのであれば計器侵入で定められたコースをショートカットできます。 ILS は航空機を滑走路へ誘導するシステムですが、そのグライドスロープ、高度を自動的に調整するための設備が使えない状態でした。一方でローカライザー、左右の位置を自動的に調整するための設備は使えました。そのため機長と指導教官は高度はオートパイロットに数値をセットすることで調整し、左右はローカライザーで調整することにしました。11時12分、事故の15分前、
客室にいた副機長がコックピットに戻り、操縦席後方のジャンプシートへ着席しました。11時21分、事故の7分前、管制官は滑走路2ウェイトレフトへのビジュアルアプローチを許可しました。この時214便は6300フィートまで降下しており、速度は210ノットでした。そしてオートパイロットは速度を維持しながら降下するモードと設定した方位を維持するモードが選択されていました。一方、エンジンの推力を自動で調整するオートスロットルはスラストレバーを固定するモードに設定されていました。そのため、この時のオートパイロットとオートスロットルの設定をまとめると、自動的に速度を一定に保ちながら降下を続けるモードになっていました。そして速度を一定に保つためにエンジンの推力は自動的には変わらず、加速したい場合は機首を下げ、減速したい場合は機首を上げることで速度を調整する設定となっていました。11時22分、事故の6分前、オートパイロットの方位の設定がローカライザーモードへ切り替えられました。そして滑走路から15マイルの位置でローカライザーの信号を受信し、自動的にコースが調整され始めました。この時215ノットで飛行していましたが、管制官から滑走路から5マイルまでは180ノットに減速するよう指示され、機長はオートパイロットの速度を180ノットに変更し減速を始めました。しかしこの頃から214便は不安定な飛行を始めました。11時24分48秒、事故の3分前、214便は滑走路から 8.5 マイルの位置におり、速度は187ノット。降下率は1000フィートパーミニッツ、1分間に1000フィート降下しており、3500フィート付近を飛行していました。ここからは NTSB が作成したアニメーションを元に解説します。この時、引き続きオートパイロットはオンになっており、降下の設定も変わらず、エンジンの推力は固定されたまま、設定された速度を保ちながら降下をするモードになっていました。しかし、管制官から減速を指示された214便は、この時のオートパイロットの設定では減速のために機首を上げることになるため、降下が非常に緩やかなものになっていました。そしてこの時、着陸装置が展開され、同じタイミングで指導教官が少し高いと発言しています。11時25分、事故の2分半前、機長はより降下すると発言し、降下率の設定を1500フィートパーミニッツ、1分間に1500フィート降下する設定に変更しました。1500フィートパーミニッツに設定してから20秒ほど経った時、指導教官がボイスレコーダーでは判別できない何らかの発言をしたのに対して、機長が OK と応じました。そして降下率が1000フィートパーミニッツに戻されました。この結果、214便は引き続き規定の高度よりも高い位置を飛行し続けます。事故の2分前、機長はオートパイロットの高度設定を3000フィートに設定しました。これは着陸をやり直した場合に最低限上昇する高度でした。その10秒後、214便は滑走路から5マイルまで達しましたが、この時の速度は175ノット前後と管制官の指示から5ノット程度遅く、また規定の高度からは400フィートも高い位置にいました。11時26分25秒、オートパイロットの機首を調整するモードが設定した高度を維持するモードに切り替えられました。そしてオートスロットルもオートパイロットによる調整に応じて推力が変わるモードへ切り替えられました。この時オートパイロットの高度は3000フィート、速度は152ノットに設定されていましたが、この時点でこの設定よりも低い高度かつ速い速度で飛行していたため、モードが切り替わった瞬間に機首が上がり、減速と上昇が始まりました。すぐに上昇を抑えるためにオートパイロットがオフにされ、さらにスラストレバーがアイドルにされました。
そのためオートスロットルがエンジンの推力を固定するホールドモードに切り替わり、これによって速度が低下しても自動的にはエンジンの推力が変わらずアイドル状態で固定されることになりました。事故の1分前、オートパイロットの速度が137ノットに設定されました。この時214便は滑走路から3マイルの位置で1300フィートを降下中でした。報告書ではパイロットはこの時点で進入閣指示とパピーを視認できていた可能性が高いとしています。パピーとは滑走路横に設置してある複数のライトが組み合わさった装置で、高度によってそれぞれのライトが白もしくは赤に変化します。この変化するライトの白と赤の数により規定の高度からどの程度逸脱しているかが分かります。この白と赤の組み合わせは白4つから1つずつ赤に変わり、赤4つまで合計5パターンあります。4つとも赤の場合は規定の高度から大幅に低く、赤白が2つずつの場合はちょうど規定の高度であることを示しています。そしてこの時の214便の高度からパピーを見ると4つとも白となっており、これは規定の高度を大幅に上回っていることを示しています。指導教官は高いと発言し、機長はより深く降下し始めました。しかし降下率が過度に大きくなり始め、ジャンプシートに座っていた副機長は降下率に注意するよう複数回発言しています。滑走路から 1.3 マイルの時点で速度は137ノットからさらに減速傾向、高度は500フィートまで降下しました。この時パピーは白3つと赤1つから白と赤が2つずつになり、規定の高度に到達しました。以降は降下率を緩めれば良いはずでしたが、214便は高い降下率のまま降下を続けます。滑走路から1マイルの地点で着陸時の基準速度である132ノットを下回り、125ノット以下まで減速していました。そしてパピーは赤4つへ変化、地表近くで基準から10ノット以上も遅く、かつ規定の高度からは大幅に低くなっており、かなり危険な状態でした。滑走路から 0.5 マイルの位置で速度が低くなりすぎていることを示す警告音が作動しました。指導教官がスピードと発言するとともにエンジンの推力を上げましたが、直後失速直前を示すスティックシェーカーが作動。指導教官はゴーアラウンドと発言しましたが、上昇が間に合わず滑走路手前の防波堤に衝突、機体の後ろ部分が分離し滑走路上を滑走した後、防波堤から2400フィートの位置で止まりました。乗員乗客307名のうち3名が亡くなり、49名が重傷を負う大惨事となりました。214便はなぜ着陸に失敗したのでしょうか。滑走路から14マイルの位置では規定の高度からわずかに上回る程度でした。しかし管制官から減速の指示を受け減速を始めましたが、当初の速度が速かったせいか5マイル地点に到達した時点で規定の高度を大きく上回っていました。そこで機長は降下率を上げるためにオートパイロットのモードを切り替えましたが、その時点の高度よりも高い高度がオートパイロットに設定されていたため、機体は逆に上昇を始めました。すぐに機長はオートパイロットをオフにしてエンジンの推力をアイドル状態にしましたが、この時オートスロットルが推力を固定するホールドモードに切り替わりました。しかしパイロット全員モードが切り替わったことに気づいていませんでした。そのため推力が過度に低くなり急激に減速し始めたことに気づくのが遅れました。これらの状況からパイロットがオートパイロット、オートスロットルの設定に翻弄されている様子がわかるかと思います。この背景には運航中の手動操縦を推奨せず、なるべく自動化された手段を使うというアシアナ航空の方針がありました。FAA アメリカ連邦航空局は操縦技術が低下しないよう
定期的に手動操縦を行う必要性を訴えていましたが、アシアナ航空の方針は逆のものになっていました。そして機長はオートパイロットとオートスロットルが組み合わさることで機体がどのように制御されるのかなど自動操縦への理解が不十分だったため、降下中に急に上昇へ転じるなど不安定な操縦となってしまいました。またアシアナ航空の運航規則では滑走路からの高度が500フィートに達した時点でアプローチが安定していなければなりませんでした。しかし214便は500フィートの時点では高度は規定より少し高く、直後に急激な降下が始まり降下率が想定の2倍近くに達しつつ、適切な速度から減速を続けていたことから不安定なアプローチといえる状況でした。そのため本来ならば着陸をやり直すべきでしたが、長時間のフライトによる疲労の影響もあり、速度や高度の監視が不十分だったため100フィート以下になるまでゴーアラウンドの判断をせず事故に至りました。長時間のフライトによる疲労の影響に加えて自動操縦への依存度が高い航空会社の方針によるパイロットの状況把握能力の低下、そして飛行システムへの理解不足と判断の遅れなど様々な要因が重なって事故が起こってしまいました。以上、アシアナ航空214便着陸失敗事故でした。よろしければ感想などのコメントや高評価もしくは低評価どちらでもいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。